ね、くっといてんの？くっといてんの？ママ行こう。あ、待って、ママが持つからいいね。ママが取るからいいよ。はい、行こう。ねえ、やだ。やだじゃないよ。だって、あまちゃんちゃんと取らないじゃん。あまちゃん、ね、ちなみにこれ帰りは自分で登らなきゃいけないからね。うん、でもいいよ、行こう。頑張って。やだ。大丈夫、大丈夫。足が。やだ、やだ。やだじゃないよ。下まで行ってみてどんな感じか見ようよ。あるちゃんなんかニコニコしてる。あ、怪しいとこだ。あ、あとは写真撮ってるもの。すごい。誰か下にいるか。いるよ、いるよ。下にいるよ、みんないるよ。4人とか。ねえ、いるんじゃないのかよ。すごい、この脇のさ、なんか土とかがすごいよ、ね。洞窟みたいな。下まで行ってどうなのか見てみたいよね。だって乗り場があるでしょ。じゃあ下まで行かないと電車に乗れないの、はい、その電車また上がるのか。上越、いや逆に下ってるから上越電車新潟に乗ってるんだ。そっか、標高の高いところにいたからってこと。あ、じゃあ 山の何これ斜面に作った、ま、真ん中の本当に駅が。はるちゃんもなんか鼻の頭が赤くなって寒い。見てもわ。うん。まだ半分来てない。まだだよ。あ、240って書いてあるから、あと240。すごいね。なんか足腰鍛えられるね。いやでも鉄道ファンの中では聖地かもしれないじゃん。聖地というか。何？うん、触らなくていいよ。落としちゃったんだろうね。ここまで取りに戻るの大変だね。あら、かわいそう。なんかあれ、駅員さんに言っといた方がいいのかな。帰りに、なんかあの下にいた人が写真撮って。え、何？写真撮って。何を写真撮るの？何？そんなの撮んないよ。なんでよ。だってさ。あ、でもほら、アマちゃん、台座見えてきたよ。もうこれは洞窟だね。うん。いやー、こんなにたくさん階段を降りたことはない、ないというか。え、じゃあ、日本一。日本一何高低差のある駅なのかな。なんで。はにゅちゃん。はにゅちゃん。寒いのに付き合ってくれてありがとうねって。見えてきたね。見て。うん、洞窟だ、洞窟。あまちゃん探検しそうだから、よかったわ。見かけてる。ね。今度谷川岳も登りたいね。下登ろうと思ったら、ちょっと登ってる。ロープウェイで途中まで行くんですけど。うん。あ、山頂まで行く。どうなってるんだろう。分かんない。下まで行ったら実はエレベーターがあるんですよ。え、そうなんですかみたいな。これが何段？ 1、2、3、4段？これが何段あるんだろうね。90。
ほら、アマキだから危ないよ。ママも転んだらどうすんの。二人して階段転げ落ちるよ。あ、ようやく見えてきました。そして上を見ると、いやー、なんかこれ登るの嫌だな、うん、あそこまで行くんだって思うの辛いね。あー、もうだっこさっしーよくなってるね。うん、それはないね。あ、でも向こう側もこれがあるってこと？向こう側っていうのがあるの？逆側。逆側だね。いや、ようやく着いたけど、どうなんでしょうか。あ、駅。これさ、見えなくなっちゃったの、ここ押すの？ちょっと寒い。出てこないよ。あ、出てきた。うん。おお、すごいね。はるちゃん頑張ったよ。寒いね。あ、駅だ。え、そこから電車乗るの？切符買うとこないんだね。ここで電車乗るの？あ、普通に駅だ。あ、すごい。来た？怖い怖い。すごいね。なんかちょっと海外の駅みたいな感じ。海外の駅みたい。パパ今何時？今ね、4時30分。ああ、じゃああれだね。ここからさ、ここ指相に駅、隣駅だから、でも指相から歩けないか。いや、指相から歩けるかも。あの宿まで。だって上に車置いてきてるしさ。いや、なんかさ、あの宿からここの駅まで来るのすごい大変だったじゃん。車だいぶ乗ったよ。そう、だから隣駅だ。うん、あ、隣駅なのね。なんかすごいね、ハマちゃん。駅員さんもいないのかな。まあでも鉄道ファンにしてみたら。じゃん。撮ったよ。なんか怖い。すごいね。ドアイ駅。ドアイ駅。こんな駅初めてだね、あまちゃん。うん、怖くて。怖い？うん。ママ見て。うん？何か書いてある。ねえ、なんだろうね。いいよね。あれ？2023年9月27って書いてある。なんでしょう。なんか、なんだろうね。なんか。ねえ、消火器って書いてある、あそこに。200って書いてある。何でしょう。
オイラの方がちょっと怖いね。怖い。ねえ、はるちゃん。サンシャの鼻がちょっと赤い。鼻水でも垂れてないよね。ほら、あんまきあんまり触らないよ。ベタベタ。ダメだよ。なんか向こうが大きいな。あの逆方面の。じゃあ行くかい？あ、うん、どうしたの？おーい！わー、すごい。車に戻ったが雪がすごい積もってたりして、撮影とかに使われたりするんじゃない？ちょっと怖いセキュリティ。行こう。あっ、これだったらそしたらなくてあっ、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 こんにちは。じゃあ、いいのかな。